米国女子フリードグループスコットランド女子オープン初日3日、ランドナルドリンクススコットランド 6494YD パー72 8バーディ64は3月 LPGA ドライブオン選手権2日目と並ぶ米ツアー自己ベスト、ボギーなしでのプレーも同じ試合の3日目以来、日米を通じて32ラウンドぶりだ。数字的には会心、でも渋野日向子はノーボギーはちょっとびっくり。最後までやりきれたのは大きいけど、まだ1日だけだからと落ち着いた口ぶりだった。10番で4メートルほどを沈めてバーディ発進。最初の微妙な距離が入ってくれたのがすごく良かったと気持ちよく滑り出し、13番から4連続で取って加速。14番パー5、15番パー3と2連続のタップインバーディを決めたが、15のショートはティショットの当たりがちょっと薄かったのが寄ってくれた。ラッキーもあったと振り返る。アンジュレーションのきついグリーンに加え、午前組でもしっかり風が吹くリンクスコース。続けてバーディを得るぞっていう感覚はそんなになかった。風も強かったし、そんなにガツガツ攻めるシチュエーションにはなかったので、かなり冷静にできていました、というのが本音だ。ピンをデッドに狙うのではなく、ターゲットを広く取って着実にグリーンを捉え、訪れたチャンスを生かしていく。パーオン率は 83.33%、15-18 を記録した。8個のバーディを量産した中で胸を張ったのは、折り返し18番パー5のパーセーブ。左上がりのセカンドを左の深いラフに曲げ、グリーン手前のクリークも気になる3打ち目をあっさりと真横に出してから、4打ち目のウェッジショットをピンそばに絡めた。タップインのナイスパーを拾い、すごくいいショット。あれは、いいベタピンとうなずく。何度も繰り返した冷静、リラックスのフレーズは NG ポイントに挙げる力みとは対極にあるもの。風の中で割り切る部分は割り切りながら安定したテンションでやり通せたことを伺わせる。ホールアウト時点で首位に立つロケットスタートをいいところにいられているのはすごく嬉しいと素直に喜びつつ、明日も風が強いのでしっかり自分のプレーができるように頑張ります。最後まで程よい緊張感を漂わせた。渋野日向子猛チャージ64。昨日は爆風の中練習しましたが、今までもこの風は経験していた。一問一答。AIG 全英女子オープンの前哨戦が開幕し、渋野日向子24=サントリーが8バーディー、ボギーなしの64で回る猛チャージで、ホールアウト時点で単独首位となっている。以下はホールアウト後の渋野日向子の主な一問一答。いいバーディースタートだった。渋野日向子最初の微妙な距離、3から4メートルくらいが入ってくれたので、すごく良かったなと思ったし、その後もチャンスにつく回数が多かったので、良かったです。マイナス13番から4連続バーディーもショットでチャンスにつけていた。スイングの感覚は、渋野日向子まだまだですけど、風があるので、リラックスしてできたらいいかなと思っていた。特に力むことなく最後までできたのが良かったと思いますし、4連続取れたのも、ラッキーなちょっと薄い当たりだったけど、寄ってくれたみたいなのもあったりして、良かったかなと思う。風がある中でのラウンドで、練習ラウンドに比べてコースの見方は違った。渋野日向子すごく練習ラウンドは穏やかだったんで、昨日は練習ラウンドができず、練習場で爆風の中、練習していましたけど、やっぱ今までもこの風は経験してましたから、何か焦ることもなかったですし、グリーンは少し乾いてきたかなって思いましたけど、風が強い分、そんなに跳ねることはないかな、って感じだったので、いいジャッジができているところが多かった。大きなミスもなく、ゾーンに入っているように見えた。渋野日向子は、外す回数も少なかったですし、アプローチも1回だけ。しっかりパーセーブできましたし、風も強かったので、焦ることもなく、リラックスしてできた感じはあった。ノーボギー自身になるのでは、明日はどんなラウンドにしたい。渋野日向子いいところにいられているのはすごく嬉しいことなので、明日も風が強いと思うので、しっかり自分のプレーをできるように頑張ります。渋野日向子自己ベストタイ64の猛チャージ、最後まで冷静にできた。
渋野日向子が8バーディー、ノーボギーの64で回り、8アンダーとしてホールアウト時点で単独首位につけた。インスタートの10番パー4でバーディーを奪取すると、13番から4連続バーディー。その後はパーが続く展開で15番パー5も2オンしながら3パットのパーとしてしまうが、6番からの3連続バーディーで再びスコアを伸ばす。64の猛チャージは自己ベストスコアタイだ。渋野日向子はショットがすごく安定していたので、微妙に当たらないやつがピンについてくれたりとかしたのでラッキーだったと思うけど、最後まで冷静にできてよかったと振り返った。完璧に近いラウンドだったが、5番パー5で3パットしてしまったのが、すごく悔しかった。その後、取れたのは良かったけど、パー5でバーディーが少ないのはちょっと心残り、と反省した。4つのパー5でバーディー1つは物足りないが、さらにスコアを伸ばせる余地があるということ。2日目以降も好プレーを期待したいところだ。